赤星、赤崎、瀬尾、赤星ますますです。はい、今回は麺屋司さんということで、足立区西新井ですね。はい、西新井といえばいろいろね、藤丸とかもありますけど、あ、そうですね。でもこちらの最寄り駅ですね、日暮里舎人ライナーの西新井大師西駅です。はい、西っすね。西なんですよね。もともと東大のですね、近くでいっぱい券出されてた、店主さんが、まぁ、ちょっと今回は足立区出しちゃおうぜということで、あ、そうなんですね。2017年にオープンしたという情報が入っております。うん、ね、そんな司さん行ってみましょう。ね。そっけ。こういった形で、ラーメン、辛いやつ、味噌、鶏醤油とあるんですけども、上の2つ以外は、二郎系じゃないという。へ、どちらもあるよという。あ、なるほど。ええ、お店なんですよ。写真撮って分かりやすいんだ。そう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 。で、グラム数なんかも書いてあって、今回は豚骨背脂ラーメンの台にしております。ということで、こちらです。しかも、チャーシューもね、プラスしているんですが、台にすると300か400か選べるよというのも非常にいいところですね。通常は 200g だったかな。でですね、このように4枚もの豚がついてくるんですね。非常にいいですね。でコールはなんとですね、ニンニクを入れるか入れないかだけということですね。はい、でさらに油はね、こう丼の底にもう入れてくれる。あ、そうなんだ。そう、下に SP みたいな肉ですね。あ、 SP、 SP 情報がちょっと入ってくる。用心を守る用心系ボディーガード囲ってるね。確かにでかいし、すごい食い方を。本体は野菜だったんだじゃなるほど。ローストされたね、みっちみっち食感豚を食っていきますけども、超高級ハムの弾力分かります？分かんないです。あ、そうですか。超高級ハムを食ったことないんで、だからまあローストビーフに近いような、こう噛み応え、噛みちぎりがいがあるお肉でした。あ、そうなんだ。非常に美味しいね。で、絶えず野菜をいきますけども、コールはね、ないんだけどいい盛りでしたね。ないものの、なるほど、ね、いい盛りです。うん、はい、しかもね、返しをいっぱいかけてくれるのよ、野菜の上に。だから元からそのしょっぱ野菜を食べられるともいいですね。野菜単体でいったもんね。そうなんですよね。あ、そして、なんだ、黒油。あ、黒油ね、ちょっと食べ、はぁ、ちょ、どうだっけ、黒ニンニクなんです。あ、まさか。そうなんだ、黒ニンニクなんですよね。びっくりしちゃって、もう謎の小指がこうしちゃったの、これね。怖いな。まあ、塩分効きまくりのしょっぱニンニクでして、うん、ちょっとこう、アルコールのようななんか風味を感じたというか、うん、苦味のようなね、ダンディーニンニクでございます。ダンディーニンニクね。すごいダンディーなんです。なるほど。そして、絶えず麺をいく、ね、もっちもっちストレート麺、麺にコシがあってですね、こう箸で持ち上げるときに、ね、結構重い。僕の握力がないのかどっちかなんですけども、うん、僕は重いと思います。はい、返しと一緒にこう油もね、これさっき言ったように下にあるんで、麺自体は非常にオイリーになるよというのが特徴的。まだいきますよ、麺の特徴。醤油系油そばのようなテカテカ感。スズーッと、見ました、もう一回。あ、スムーズに入ってくる。スーッスーッと入ってっちゃうんですよ。あ、まだいくの。スーッと入ってっちゃうんですね。これさじ加減じゃなくて、いや、もうすごいこう爽快なすすりができるというね。で、スープいってますけども、辛め度は高いですね。非常に高い。ふんだんにこう背脂入ってるんで、前半すっきりしたスープだったのに、後半マジでもう様子の違うスープになるんですよ。様子が違う。もう本当にどうやら様子が違うよ。どうやらそうで、ここにね、やっぱりね、ペッパー加えていきますと、やっぱ背脂で若干くどくなっていくところをパンチを加えることによってね、なんかこううまいんですよ。おっと、そこを言ってくれよ。こう、だからこう、なんだろうね、ただこってりじゃなくて、はい、強さが加われてくるって、アクセントだね。そう、で、豚と パンチをさ、マジでパンチって言うのよ。パンパンって聞こえるかもしれない。音だけ聞こえるからね。映像だと伝わりにくいですけど、左拳をね、右拳を当てていきましょう。いいね、サンプルはね。さあ、ステータスはこのような形になっておりますが、平均値で 87.28。 ねえ、免許 87.9 だった。88じゃないんですよ。87.99 ですね。麺屋司さん。ということで、やっぱりね、足立区西新井といえば、やっぱりどうしても藤丸に行きがちですけども、はい、まあまあ、この位置にもあるんでね、西新井、大島駅というところが歩けますので、検討していただきたいというところですね。何かあります？何かあります？何ですか？その下のメニューも食べてみたいなって思いますね。あ、普通にいい。メニュー豊富ですからね。普通にいい。ごっつんでした。はい、
Thank you.